澄み切った青空と太陽の街、アメリカ西海岸ロサンゼルスにありますローズボールです。ここローズボールではこれから A 組のコロンビアとルーマニアの試合が始まろうとしています。同じ A 組のアメリカとスイスは今日デトロイトで試合を行いまして、1対1の引き分けに終わっています。共にイタリア大会に続いての出場、優勝候補の一角にも挙げられています。前評判の非常に高いコロンビアと流れるような綺麗なサッカーで上位を狙いますルーマニアの対戦です。これから選手が入場してこようというところです。この試合の解説は元日本代表のディフェンダーで現在ジェフ市原のコーチ岡田武さんにお願いしております。岡田さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。岡田さん、はい、このローズボール今回の会場の中ではですね、一番キャパシティが大きいんですけれども、はい、もう超満員になりましたね。そうですね、本当にすごい観客ですね。両国の国歌が吹奏されるところです。 Ladies and gentlemen, please rise as the 300th Army Band plays the national anthems of Colombia and Romania. Thank you.
ルーマニア、そしてコロンビアの順で国歌がこのローズボールに流れました。すでに9万4000人のそのスタンドいっぱいになりました。レフリーをご紹介します。主審はシリアのジャマル・アルシャリフ、前審はトリニダード・トバコのジェームス、バーレーンのアルガラン、三審判、そしてリザーブの審判が一人おります。まもなくキックオフを迎えます。コロンビアとルーマニアです。ご覧のように両チームの選手がピッチに分かれていきました。バルデラマとゲオルゲ・ハジ。ご覧の金髪の髪をなびかせましたバルデラマ、このバルデラマのスルーパスが3人のそのアタッキングトリオを生かしていきます。アスプリージャ、バレンシア、そしてリンコン、多彩な攻めが見られるかどうか。一方のルーマニアの方はこのギャルゲハジが中心です。ラドチョ、そしてドミトレスクといったストライカーを備えています。コロンビアのスターティングイレブンです。ご覧のように10番のバルデラマ、11番バレンシア、19番がリンコン、そして21番のアスプリージャと注目の選手が続いています。これがコロンビアのスターティングイレブンです。キックオフを待ちます。ローズボールの9万4000の大観衆です。ルーマニアのスターティングイレブンです。今日ゴールキーパーは12番をつけましたストラが入りました。そして4番のリベロのベロデビッチ、9番のラドチョ、10番のハジ、そして11番のドミストレスクというところをぜひ注目していただきたいと思います。さあまもなくキックオフを迎えます。ローズボールです。岡田さん、はい、この試合いろいろこう見どころがあると思いますけれども、はい、このバルデラマがですね、ええ、アスプリージャ、リンコン、そしてバレンシアをどう使っていくかというところが一つありますよね。そうですね、その辺が膝の怪我から回復したバルデラマ、どの辺までいいスルーパスを出していけるか見どころですね。一方のルーマニアはこの人10番のハジですね。はい、もう彼の出来次第でこのチームは良くも悪くもなるチームですね。その辺で彼がどこまでトップに絡んで攻撃に絡んでですね、いいパスを出していけるか、両チーム似たような中心選手がいるチームですね。そうですね、このキャプテンの10番のハジ、そして9番をつけましたラドチョ、11番のドミトレスクというところが、まあ、中盤しかもこう前に張ってますんで、はい、どこからでもこう攻めてこれる、切り込んでくれるチームですよね。ルーマニアの攻撃力もですね、一旦火がつくとなかなか止まらない爆発的な攻撃力を持ってますからね。ご覧の11番のドミトレスクの姿が見えています。ヨーロッパの予選で4得点を挙げました。一方こちらが21番をつけましたアスプリージャ、現在イタリアのパルマでプレーを続けておりますが、この人のあのスピードというのは素晴らしいですね。そうですね。さあ試合が始まりました。前半です。左から右に攻めます。イエローのユニフォームがルーマニア、ブルーと赤がコロンビアです。さあこの立ち上がりちょっと注目してみたいですね。そうですね、おそらくですねコロンビアはですねある程度ディフェンシブに、はい、あまり後ろからオーバーラップしていくようなことはやらないと思うんですよね。というのはですねコロンビアは攻撃力はあるんですけど守備が少し、はい、今回またルールが変わる、オフサイドルールが変わるということで、失点が怖いですね。典型的なあのラインディフェンスですよね。そうですね、このチームはウィルソン・ペレスが上がっていきます。リンコン、リンコンシュート、19番をつけました長身のリンコン。さあ今度はハジがボールを取りました。ゲオルゲ・ハジ左足の使い手です。非常に流れるようなそのサッカーを見せます。非常に美しいサッカーといいますか、綺麗なサッカーといいますか ね、ルーマニアのサッカーの特徴です。一方コロンビアはですね非常にチームの意思が統一されているチームですね。今もペレスが上がったら必ずゴメスがそこへカバーに入っていると、はい、最終ラインの人数は揃えとくと、非常に組織されたチームですね。さあボールをもらいに行きましたバルデラマ、
バルデラマとそして14番をつけましたアルバレスが試合を組み立てていきます。バルデラマのぜひそのスルーパス、そのインサイドのキック、単純に見えるんですけれども非常にあの綺麗なパスを出しますよね。彼はまあインサイドが正確であるとともにですね、はい、非常に広く見えてるわけですね。ボールが来る前にどこがフリーかと、グラウンドの中に入るとなかなか見えないのをスタンドの上で見てるかのように見えるんですね。両チームともにイタリア大会に続いての出場ということになります。コロンビアはこのワールドカップは3回目、一方のルーマニアの方は6回目のワールドカップです。20番はウィルソン・ペレス、小柄ですが非常にキレがあります。ゴメス、アスプリージャ、まあさすがに彼へのマークは非常に厳しいですね、はい、中盤にその19番をつけました長身のリンコンが入ります。そして前にバレンシアとアスプリージャです。バルデラマ通った、4番のベロディッチがカットしています。コロンビアのチームはですね、はい、ゆっくり攻めていくときは後ろでボールを回してチャンスを待つと、そしてディフェンスで狭くコンパクトにして、その中で相手のボールを取って早く攻めると、そういう区別がしっかりしてますね。バルデラマ見せます、どこに通す、バレンシア、アスプリージャ、アスプリージャ、ルーマニアの守りですが、はい、4番をつけましたベロディッチ、はい、まあ、この選手が一旦後ろに下がるような形でリベロのような形になりますかね。少し、最初はラインに入ってるんですけどね、ボールが出てくるときには裏をカバーするようなポジショニングをしますね、まあ、彼は東欧のベッケンバーワーと言われるだけあってですね、はい、読みそしてテクニック非常に優れたものを持っている選手ですね。前回のイタリア大会はまあ、旧ユーゴセルビアにですね、はい、亡命する形になりまして出場することができませんでした。そうですね、まあ、それだけにこの大会にかけるそのベロドディッチの気持ちというのはね、非常に強いものがあると思いますが、おそらく、まあ、出たくてしょうがなかったワールドカップに出れなかった、今回その悔しさをですねここで晴らしたいという気はあるでしょうね。ルーマニアも前回のその代表が5人残っています。そしてコロンビアもそういった前回のメンバーを中心に新しい力を加えてきました。前回の代表でしたリンコンがボールを持っています。バルデラマ、ペレス、ゴメスです。エスコバル、右はエレラ。コロンビアのディフェンス陣も小柄ですが非常にあの力がありますよね。そうですね、そしてまたあのスピードがあるんですよね、はい、この人がラドチョ、左に張るような形になります。ラドチョ、ハジ、そしてドミトレスク、11番のドミトレスクがずっと右に行きます。まもなく立ち上がりの5分を迎えます。バルデラマ、アルバレス、バルデラマに比べますとやや下がり目になりますがアルバレス、そうですね、このアルバレスが右、はい、左がゴメスというディフェンシブハーフが効いた、バレンシア、トップもキープ力ありますからね、ドイツのバイエルンミュンヘンで活躍している選手です。静かな立ち上がりとなっています。リンコン、前にバレンシア、左側にアスプリージェが待っている、手を挙げて待っている。リンコン、アルバレス、サイドを変えるか、そしてアスプリージェ自分で入っていく。ボールを取ったのはラドチョ。ルーマニアはですね、はい、やはり少し引いてですね、守ってカウンター攻撃をしようというような意図が見えますね。それに対してコロンビアもですね、はい、重々分かっているようで、非常にそのカウンター攻撃をケアして後ろに人数を残してますよね。非常に慎重な感じがしますよね。まあ、その中でもこの狭い中でですね、はい、非常にレベルの高い技術を見せてくれてますね。うまく出したバレンシア、バレンシア自分で持っていく、速いぞ、
プリージャ合わない。アスプリージャが待っていました。バレンシア、アスプリージャ、そして先ほどリンコンから始まったわけですけれども、はい、この3人の組み合わせですね。そしてバルデラマがその操るわけですよね、その3人を。その3人がですね、本当にその重なることなくですね、バランスよく動き出したらですね、これはバルデラマはこう3箇所へ出す能力を持った選手ですからね、怖いですよね。コロンビアの攻撃の一端が今垣間見えました。ダンショーが突っ込んでいく。2番のペトロスクが上がっていましたがダメです。ウィソン・ペレス。ルーマニアは今のようにラインの裏を狙いたいですよね、はい、端です。この端から攻撃がつながっていきます。端が抜いていく。コロンビアのラインディフェンス、選手が戻ります。抜けるか、抜けない。リンコンだ。アスプリージャ、ベルディジチが戻る。よくカバーしましたね。リンコンからバレンシア、笛があります。この位置でフリーキックです。これはルーマニアのディフェンダー、その前のパスですね、はい、不用意でした ね。バレンシアが倒されました。さあ最初のチャンスはコロンビア、この位置です。前半の8分を回ったところ、これは大きなチャンスですね。そうですね、コロンビアにもキッカーがたくさんいるんでね、はい、さあ誰が行きますか。アスピリージャがですね、あのパルマではフリーキックを蹴ってますからね。アスピリージャが止めましたよね、AC ミランの連勝を止めたフリーキックですね。ゴールキーパーはステラです。アスプリージャ、その前に笛です。現在イタリアのパルマで活躍しますアスプリージャ、今年24歳になります。本当にこう長い足をですね、しならせてのあの走りというのはスピードありますね。もうその柔らかさ、それとともに速さ、なんていうか惚れ惚れとして見るっていう感じですね。まだ両チームの立ち上がり得点がありません。最初にチャンスを掴んだのはコロンビアです。まもなく前半の10分になろうというところ、向こう側はエレラ、中盤にリンコンがいます。19番の選手ウィルソン・ペレス。アスプリージャからまたリンコン、そしてベテランのゴメスからパルデラマ、ペレアがいます。そしてアルバレス、今日は9万4000の大観衆、まあ、サポーターが詰めかけてますが、まあ、ほとんどがコロンビアのファンと言っていいでしょうね。そうですね、ほとんどがコロンビアのファンですね、バレンシアが、4番のエレラが上がっています。ルーマニア左のサイドバックはヌンティアン、ベルギーで活躍している選手です。このアルバレスがバルデラマとともにいいパスを出していきます。そうですね、それとともに相手のボールになった瞬間にですね、はい、ボールのところへチェックに行くのが早いんですよね。したがってこういろんなその攻撃の組み立てができるのがコロンビアの特徴でしょうね。そうですね、本当に一人一人がボールを持っている時間は少ないんですけど、はい、チームでボールを持っている時間というのは長いですよね。理想的なサッカーだと思いますね、現代サッカーにおいて。中盤そのアルバレスとコンビを組みます6番のゴメス、そしてリンコンが前にいます。そのリンコン、ベテランのゴメス34歳になります。バルデラマ、
まあ、このあたり中盤で細かくこう繋いでますけれども、はい、これは要するにお互いの出方を見てるわけですか。見てるというよりもですね、はい、コロンビアの方が相手のカウンターを非常に恐れてますか、そういう意味で後ろに人数を置いて回してるんですけど、長い距離を後ろから走って突破とかそういう形はまだ作ってないですよね。ただ相手のボールをカットした時にガンと裏を取ろうというような感じですね、はい、今もう後ろに5人以上いますよね。今画面でもご覧いただけると思いますが、ブルーのユニフォームがさっと戻ってますよね、なかなか前に出てきません。ボールはルーマニアです。14番のミハリ、この辺の追い込み方がですね、はい、非常にうまいですね。こういう時は早いですよ。フリージャ中にバレンシアが待っている。フリージャ行くか、カットしました。ベロディッチ、今バレンシア、そしてリンコンが盛んに今声をかけてますね、どうしてボールをよこさないんだというようなジェスチャーを見せていますが、まあ、その前に上げてくれということでしょうけど、あそこはスピージャー強いですよね、もう一回囲まれてダメかなと思ったところ個人技で出してくる。さあ最初のコーナーです。コロンビア、バルデラマが蹴ります。バレンシアが前、そしてペレアが前に出てきます。ペレアに合わせた。まだ両チーム得点がありません。前半13分を経過。ベテランのペレアです。すごい体した選手ですよね、まあ、ディフェンダーのリーダーでもありますよね、右サイドは2番をつけましたペトレスクが上がっていきます。上がっていくのはポペスク、ペトレスク、そしてラドチョウが待っている。さあ今度はコロンビアチャンス。ああ珍しくミスキックですね、バルデラマ。今アスプリージャに合わせようとしたんですね。おそらくそうだと思うんですけどね、はい、まだ両チーム得点がありません。倒されたのはハジ、うまいですね、こういう狭いところでですね出してくる。間をこう抜いてきますよね、はい、アスプリージャ待っていた。バレンシア1対1だ。ミハリがつく。バレンシア誰もいない。コーナーです。このバレンシアとアスプリージャなんですけど、バレンシアの方は何か力強く、たくましさを感じますよね。ニックネームがトレインと言いますよね。あそうですね、機関車と言われてますけれども、一方アスプリージャの方はですねしなやかさとスピード感を感じますよね、はい、こう違うタイプの2人を揃えているところがまた面白いですよね。さあ今日2つ目のコーナーになります。今度はエレーラが蹴ります。アルバレス、そしてペレア、ウィルソン・ペレス、この辺りは非常に経験豊富なディフェンス陣です。コロンビア、ゴメス、ボールカットは端、ね、さあチャンスになった。ラドチョウが前、ラドチョウにボールを通した。ラドチョウ左足がある、抜けるか、シュート決まった。ルーマニア1点先行。前半15分、ラドチョウのシュートが決まりました。本当に気をつけてたのにその1回の速攻でやられましたね。待っていたラドチョウ、ハジ、そしてラドチョウとつながりました。ルーマニア前半の15分綺麗にスルーパス通りましたね、ここでまたラドチョウが落ち着いてましたよね、3人を抜きます。そして右足のシュート、1対0前半15分、ルーマニア1点先行。本当初めてのシュートでしょう、これが最初ですね、最初のシュートで決めました。キーパーゴルドバ及ばず。これおそらくですね、はい、松浦の監督ですね、コロンビアの、本当あれだけ気をつけてたのにというところでしょうね。
でも試合としてはですね、はい、見る方にしてみれば、これで面白くなりましたよね。まずはコロンビア1点を先行されました。ルーマニアが1点先行、まあ、ヨーロッパの予選でも9点を挙げたラドチョウ、その力を見せましたね、ワンチャンスをものにしました。かつてはあのルーマニアラカトシというですね、テントリアがいたんですけど、はい、彼に代わってですね、あのルーマニアのセンターフォワードをやってる選手ですよね。ラドチョウ、現在はイタリアの AC ミランで活躍しています。はい、端がここまで下がってきて、これから組み立てていこうというところ、ペトレスク。このペトレスクの右からの上がりも特徴があります。リンコン。さあコロンビアどう攻める。アスプリージャにつないだ。コロンビアがチャンスを迎えます。あれだけ体勢が崩れてても、はい、まだボールキープしてますもんね。そうですね。ただまあこのバレンシアとですね、アスプリージャという強いツートップがいるんで、はい、どうしても中央中央に行き過ぎる嫌いが今日はちょっとありますね。サイドからの攻撃はまだありませんね。いつもならサイドバックがもっとオーバーラップしてですね、はい、外から崩してくるんですけどね。やはりカウンターの怖さというのがまだあるんですかね。どうでしょう、もう1点取られたんでね、この後は上がってくるとは思うんですけどね。今ここで今ペレスが蹴りました。今アスプリージャが今グラウンドの外に出ています。シュートバレンシア、惜しい。よくクリアしました、キーパーのステラ。バレンシアの惜しいシュート。惜しかったですよね、よくキーパー見てたんですけどね。バルデラマのコーナーです。今日はキーパーはステラ。今のプレーです。バレンシア、この右足、ワンタッチなければギリギリで来てますね。そうですね、今触ってなかったら入ってたんじゃないですか。1対0とルーマニアがまず前半の15分にリードしました。黄色いユニフォームのルーマニア、中盤はポペスクとそしてルペスク。バレンシア抜けばチャンス。この辺りは非常に強いミハリ、14番です。サイドを変えてペトレスク。ゴメスですね。アスプリージャが今戻ります。これで11人戻りました。練習の時からアスプリージャ右足の太ももあたりを非常に気にしてましてね。そうですね、ウォーミングアップの途中で抜けちゃったりしてましたね、はい、まあ、そのあたりがちょっと気になりますが、ルペスからのパスは通りません。ペレアがカット。バルデラマ、リンコンだ。長い足のリンコン、端。さあこの端から先ほどは1点を取りました。また前にラドチョウが待っている。端がですね、はい、右サイドから左利きなんですけど、あ、さあゴール前、オフサイドです、ね、オフサイドです。ハジが右サイドからですね、はい、左利きにもかかわらず右サイドから中へ入ってくる、うん、この攻撃がルーマニアの一つのパターンなんですよね、ルーマニアヨルダネスク監督です、まあ、ルーマニアサッカー界の本当にカリスマ的存在ということで切り札の監督なんですよね。そうですね、そう言われてますね、はい。まあ、前回の代表を基本にしましてメンバーをまた作り直してきましたルーマニアです。エレラから行って、あっとリンコンまで行かない。でもこういう形をですね、はい、今のような形を作っていけばチャンスは出てくると思いますね。1対0とルーマニアが1点リード、すでに前半の20分を経過しています。今21分になったところです。前半の15分、ラドチョウのシュートが決まりまして1点を先行しましたルーマニア。ドミトレスクが走ります。
確かにコロンビアの場合は、はい、まあ、典型的なラインディフェンスですから、その裏を突かれた時に一つ弱点がありますよね。そうですね、怖いですね。そのあたり練習でも何回も何回も松永監督がチェックしてましたけれども、ほとんどディフェンスの練習に時間をかけてましたね、はい、バレンシアです。えぐれるか、2人がつきます。コーナーに変わります。これがコーナーキック、コロンビア4つ目です。今度はウィルソン・ペレスが蹴ります。リンコンが前、そしてエスコバルが前に出てきた。そしてシュート、クリアしました。リンコンのシュートクリアしました。また行くわ、入ってきたのはエレーラ。まあ今オフサイドになりましたけどね、その前もう決定的ですね。今日この12番のステラ、はい、ルーマニアのキーパーですね、この後ここですね、リンコン、もう当たっちゃってますよね、こう当たってるっていうのは今日は乗ってると、完全にフリーですからね。これでもうすでに3つですか。はい、キーパーがですね、乗っちゃった時っていうのはですね、はい、なかなか入らないもんなんですよね。今日はプルニアに代わってそのステラですが、気温が当たっています。バルデラマがフリーになった。アスプリージャが走る。バレンシアが手前に行く。アスプリージャキープして、誰もいない。コロンビアが再三そのルーマニアのゴールを襲いますが、得点を挙げることはできません。ハジだ。いやー、この上から見ててもですね、今キーパーのところまで私目が行ってなかったですよね。よくキーパーのポジションを見てましたね。見てください、この位置です。ハジのこのロングシュート、惜しい。まあ、よく防ぎましたよ、ゴルドバーもまさかシュートが来るとは思ってなかったでしょうから。ゴールキーパーのゴルドバーよく防ぎました。逆に今日は恥が見えてるんですね、これはワールドクラスの視野ですよね、さあ今日ルーマニア最初のコーナーです。ドミトレスコが蹴ります。ルペスク、かつてブラジルのペレがですね、はい、ハーフウェイライン近くからキーパーが出てるのを見てシュートを打ったのを覚えてますけどね、もう一度見てみましょう。先ほどのこれは得点シーンですね。得点シーンですね。ラドチョです。この右足のシュートが決まりまして1点を先行しています。ハジ、ラドチョが前、9番の選手です。そして向こう側にドミトレスク、ラドチョを走らせる。エスコバルを抜いて今度はゴメスが行きました。今のところですね、コロンビアのバルデラマよりもルーマニアのハジですね、はい、彼の方が 目につきますもんね、目立ってますもんね。ということはルーマニアのリズムなのかもしれないですね。ハジを乗せるとルーマニアは非常に怖い存在、非常にいい試合をするというのがヨーロッパ予選の特徴でした。そうですね、ただ崩れたら大崩れしちゃうと、はい、波のあるチームですね。大敗したり大勝したりということで、まあ、最後の最後まで予選は苦しみましたルーマニア。バレンシアです。リンコン、向こう側にアルバレス、そしてゴール前にはアスプリージャと、そしてバレンシアが待っています。アルバレス、バレンシア、中央にアスプリージャが待っている。またコーナーに変わります。これが5つ目です。今日は非常に反応が早くなっています。ステラ、先ほどもコーナーキックのボールを素晴らしいキャッチしましたからね、はい、エレーラが蹴ります。手前にバレンシア、後ろにリンコ、1対0とルーマニアが1点リード。
確かにコロンビアが攻めてはいるんですけれども、はい、本当に最後の決め手がない。まだステラの攻守もありますけれどもね。そうですね、まあ、決定的な場面を外してしまったってこともあるんですけど、はい、裏を取れてないですよね相手の。必ずそのルーマニアのディフェンダーが守りが戻ってますよね。そうですね、あの前を向いてディフェンダーが守ってますよね、ディフェンダーが自分のゴールを向いて追いかけるような形を作った方がいいでしょうけどね。これまでのところはルーマニア の、 そのペースといいますか流れとしてはルーマニアがいい形で攻めています。そうですね、作戦通りという形かもしれないですね、はい、さあコロンビアがここをどう打開してきますか。アルバレス、バルデラマ、2番はエスコバル、長身のベテランの選手です。そしてエスコバルが自分で上がっていった。今あのクリアしたベロディッチなんですけど、はい、彼がよくコントロールしてますよね。声をかけてディフェンスラインを非常によくコントロールしてると思いますね。このベロディッチが入ったことによってルーマニア の、 その守り前回よりも本当に2枚も3枚も上回ってるということでしょうね。そうですね、そう思いますね。前回はあの6番で中盤をやっているポペスクが、そうです、彼がリベロをやってたんですよね。ペトレスク、ラドチョへ、さあドミトレスクに合わせていきます。サイドを変えていきます。1対0とルーマニアが前半の15分に1点を先行しました。9番のラドチョのシュートが決まっています。まあ、このローズボールのほとんどのファンがですね、コロンビアのファンだと思うんですけども、そうですね、本当ホームでやっているようなもんでしょうね、静かですよね、したがってまだね、沸かせるシーンは何回かあるんですけれども、まだ決定的なところがありません。得点を上げることができません。ベルディッチ、さあコロンビアがどういったその攻め、まあ、切り口といいますかね、はい、糸口を見つけてきますか。エスコバルから今度はリンコンです。まあ、彼らはですね、はい、実績もありますし経験もありますから、そうまだ前半ですしね、慌ててはいないと思うんですけどね。今選手が一人倒れました。3番のプロダンが倒れています。ルーマニアのチームの中では最年少21歳の選手です。プロダン、そして14番の左にミハリがおりますが、今日はこのプロダンとミハリがしっかりとこうついてますよね。そうですね、本当にこれがマンツーマンだという感じですね、はい、ウィルソン・ペレス、そういった意味ではコロンビアの攻めをいい形で封じているのかもしれません、ただまあこの暑さの中ですから、時間が経つにつれて、あ、まだチャンスですね。バレンシア、まあ、なかなかの中央は人数が多いですからね、難しいですね。サイドからの攻撃がね、はい、見たいですね。今日はキックオフの時で27度、湿度が 18% と非常にカラッとしております。リンコン、さあスプリジャだ、えぐって、あっと、ややミスキックになりました。ボールを上げられませんでした。走、うまいですね、ドミトレスク、そしてラドショーを走らせますがダメ。エスコバル戻っています。確かに今日は端にボールが渡りますとルーマニアにとっては非常にいい形になります。前回の大会はですね、リンコンです、自分で入っていく、シュートは打てない。ベロデリッチよく防ぎましたね、前回の大会ではその端がですね目立つというのはドリブルばっかりだったんですよね。今日はそのダイレクトパスとか人を使うプレーも目立ってますね、はい、これが6つ目のコーナー。さあコロンビアゴールの前にペレアが上がってきた。
アルバレスです。ウィルソン・ペレス中に入っていきます。リンコン、ここはルーマニア守りは固いですよね。そうですね、中に入っていきますとね、まあこの辺の守りがですね、はい、どこまで集中力が持つかというところも一つの鍵なんですけどね。アルバレス、そしてバルデラマ、2対1です。バルデラマ、アストリージャ、もうマンツーマンどころか2人3人とついてきますからね、アスプリージャーあたりにですね、はい、久々のパス、縦へのパスが入った時にですね、1人ディフェンダーがマークしている時にそこへベロディッチが挟みに来るんですよね、はい、そして2人がかりでディフェンスするというような形で非常にボールのところへいいプレッシャーがかかってますね。したがってそのベロディッチの動き効いた形になってますよね、守りの中でもね。今のところは本当に非常に効いてますね、はい、1対0とルーマニアが1点リード。得点を挙げたのはラドチョ、前半の15分でした。すでに前半30分を経過しています。青空、そして微風の中で行われています。 A 組のルーマニアとコロンビア、今日はすでに同じ A 組のアメリカとスイスが対戦しまして1対1の引き分けに終わっています。そうですね、アメリカがよく引き分けましたね、そういった意味でもルーマニアにとってもこれは大事なゲームなんですよ ね、 そうですね。コロンビア、この組は非常にこう面白いと言いますか、激戦の区でありますからね、組でありますから。さあ左サイドから狙っていった、決まった、決まりました、ハジですね、ハジが決めました。見事なハジのロングシュート、おそらくこれ2本目のシュートでしょう、ルーマニアとして、ルーマニアこれが3本目です。3本目ですか。ハジが左サイド合わせてくるかと思いましたが、これは狙ってますよ、この角度、いやゴール隅に決めます。ゴルドバ及ばず、2対0、ルーマニアが2点目を挙げました。ちょっとこれは予想つかなかったですね、先ほどからハジがですね、はい、盛んにあの緑ともロングともつかないシュートをこう、狙ってましたよ ね、 ね、まあ、これはちょっとキーパーはかわいそうですよね、はい、ハジの本当素晴らしさを称えた方がいいと思いますね、しかも一番難しいところに決めてきますよね、ハジの見事なそのシュートが決まりました。まあ、かつてコロンビアにはイギータというね、はい、本当前に出ていくのが得意なキーパーいたんですけど、それじゃリスクが大きすぎるということも言われてたんですよ ね、 そしてこのゴルドバは非常に堅実だというふうに言われてたんですけど、ちょっとこれはかわいそうですね。今ルペスクが倒れました。そして警告は4番のエレーラです。エレーラにイエローカードが出ました。前半2対0となりました。ルーマニアが2点を挙げました。前半の15分にラドチョ、そして今前半の33分、ハジのロングシュートが決まりまして2対0。今岡田さんがこれは予想外の展開とおっしゃいましたけれども、確かに ルーマニアのこの強さと言いますかね、はい、私はね、あのルーマニアのテクニックとね、うまさ、これがコロンビアのスピードにどこまでついていけるのかと、それはスピード、あ、これもチャンスですね。ラドショーです。狙ってた。コロンビアのその攻守の切り替えの速さとか、そういうスピードですね、それにどこまでついていけるかと思ってたんですけど、意外や意外、カウンターのスピードはルーマニアの方がずっとありますね、またそれだけ今度は守りの方でベロディッチが非常によく守ってますよね。そうですね、
ディフェンス陣をよく引っ張ってその、まあ、世界に誇りますコロンビアの攻撃陣を封じています、2対0となりました。ウィルソン・ペレス2番はエスコバル、バルデラマ、ゴメス、アルバレスです。また中から行く、何かローズボールのお客さんも信じられないという感じで、はい、静まりましたね一瞬。2対0となりました。ルーマニアリード、アルバレス、ここはいわゆるイエローのユニフォームルーマニアがさっと戻ります。確かに真ん中から抜いていくのは苦しいですよね。そうですね、これだけ戻られますとね。バレンシア、コロンビアのボールです。まあ、真ん中で行くのでもですね、はい、そのアスプロイジア、バレンシアにボールが入った時にそれを追い抜いて前へ出ていくような選手がいればいいんですけどね。みんなその後ろで今のところ構えてますね。今日は非常にその反応の速さ攻守を見せています。ステラが指示を出します。さあこの位置からです。ゴールは正面になります。バルデラマとウィルソン・ペレス、2対0前半でルーマニアがリード。ここはペレスが蹴るんですかね、はい、盛んに今、イエローカード、ラドチョにイエローカード。本当勝ち抜いていくとですね、こういうイエローカードが効いてきますから、無駄なイエローカードはもらわない方がいいんですけどね。さあ前半の38分、まもなく39分になろうというところ、コロンビアチャンス、ペレス狙っていきましたがダメです。壁の間を狙っていきましたがダメ。先ほどの2点目をご覧いただきましょう。端にボールが当たってこの位置からです。決まります。これは完全に狙ってましたね、ヨーロッパの予選でも5得点を挙げているその端が見事に2点目を左隅に右隅に蹴り込みました。エレラ中に行ってバレンシア、バレンシアシュート、まだボール生きています。エレラ上がっています。そしてアルバレスへ。さあ今度はルーマニア、前半残り5分になりました。ルーマニアのボールです。ハジが倒されました。岡田さん今も惜しかったですね。でもキーパーのステラ、本当当たっちゃってますね。いわゆる今日は乗ってるということですね。これは本当点取るのにですね、ちょっとコロンビア苦労しそうですね。先ほど2点目を挙げたハジ、そのハジが倒されます。ゴメスとのその競り合いでしたが、今担架を要求しました。アメリカらしいですね、担架が担架じゃないですねこれ。ハジが倒れています。今日は本当にこの恥が乗ってるだけにね、はい、ルーマニアにとっては非常に痛いところですが、一旦グラウンドの外に出ます。おそらく今のスローモーションを見た限りでは大丈夫だと思いますね、はい、それほどひどくないと思いますが、恥の場合はよくあの性格的にね、はい、非常に短気なところがありまして、まあ、勝負を早く諦めてしまうようなところがありました。だいぶ落ち着きが出てきたという話を聞いてますけれども、そうですね、しかし今日は本当にこう恥が乗ってるなという感じがしますよね、
まあ、こちらの新聞でもですね、ルーマニアに関しては彼の気分次第だと書いてあるんですよね。今日は気分的に本当にいい方に出たわけですね、バルデラは抜いた、通った、通らない、コーナーに変わります。ちょっとミハリが今判断を誤りました。しかし本当あの体勢からすごいところを狙ってきますよね、バルデラマ。まあ、急所をえぐるパスと言いますけども、はい、そういうスペースがバルデラマの場合は全部見えてるわけですね。そうですね。だからさあ、コーナーだ、どうだ、決まった、決まりました、バレンシアが決めた。ようやくコーナーキック、何回も何回もそのコーナーキック、7回目のコーナーキックで決めました。2対1、コロンビア1点返しました。我々がねよく言うんですが、はい、この後ルーマニアのですねディフェンダーが少し立っちゃうって言うんですよね。こういうコーナーキックとかフリーキックになった時にほっと一安心して休んでしまってますよね。立ってしまう、そういうのを立ってしまうとよく言うんですけど、バレンシアのでも素晴らしいヘディングシュートですね。ヘディングのシュートが決まって1点返しましたコロンビア。後半の42分です。今ハジが帰ってきましたけど、ハジが抜けてる間に1点やられてしまいましたね、はい、これでハジが戻ってきて11人です。ペトレスク、さあ1点差となりました。さあまたチャンス、リンコン右から攻める、コーナーキックです。これも注意した方がいいですよ、はい、今ちょっと画面には映ってないですけど、ルーマニア選手が下向いてこうボールを見てない選手がたくさんいますよね。ちょっとガクッときましたかね、こういう時はね、危ないんですよ。またバレンシアが前、そしてアスプリージャーが後ろ、ボールを蹴るのはエレラ、これが8つ目のコーナー、ファーを狙っていった、シュート、ウィルソン・ペレス、真ん中に行ってアスプリージャー、コロンビアのボール、今笛がありました。さあ前半がもう残り少なくなっています。この位置からです。さあ短くつないでエレーラ、誰もいません。まあ、ルーマニアとしてはなんとかこのまま前半を終えたいですよね、後半ようやくそのコーナーで1点を挙げました。ボールを入れるのはペトレスク、すでに前半45分を回りました。2対1、ルーマニア1点リード。ペレアが上がってきます。アスプリージャとそしてドミトレスクのボールの取り合いですが、ルーマニアのボール。前半すでに45分を回っています。2対1、ルーマニアが前半にラドチョウとハジのシュート、そして一方のコロンビアコーナーキックからバレンシアがヘディングで決めました。そのハジです、乗っています。ちょっとやりすぎましたね。しかしうまいですね。まあ、中央にラドチョウが待っていましたがダメでした。ここで前半が終了しました。2対1、前半終了です。ルーマニアが1点リードして前半を終了しました。ルーマニア前半15分、ラドチョウのシュート、
そして33分にハジのロングシュートが決まりました。そしてコロンビアは前半の42分終了間際にバレンシアのヘディングシュートが決まって2対1です。岡田さん、はい、前半振り返ってみていかがですか。ルーマニアはですね、本当作戦通りというところで、このまま2対0で終わってたらコロンビア後半大変でしたね。ところがコーナーキックからバレンシアがよく決めた。これによって後半ですね、コロンビアがまだまだチャンスが出てくる、勢いが出てくる可能性がありますね。そうですね。とにかく前半はルーマニアのその恥、はい、非常にいい形で動いて、そうですね、逆にそのコロンビアのですね、恥に対するマークがややその甘いところがあったかもしれません。ええ、それとともにやはりボールを取ってからの速い攻めがルーマニアうまかったですよね。一方のコロンビアの方ですが、アスプリージャ、バレンシア、リンコン、はい、そのバルデラマからうまくこの3人を組み合わせてですね、攻めていく形なんですけれども、バレンシアのそのヘディングシュートはありましたけれども、アスプリージャとリンコンの動きはいかがですか。バレンシア、アスプリージャ、リンコン、この3人がですね、うまくバランスよく動いてないですよね。まだ一人一人が動いてると関連した動きっていうのがですね、まだ出てないように思いますね。今日はしたがってそのバルデラマとハジという共に10番の選手のですね、はい、両チームのそのパスの出し方、それから動きですね、一つポイントだと思ったんですけれども、はい、ここまでのところはハジが予想以上といいますか、本当に本来の力を出していると。そうですね。まあ、僕はイタリアのワールドカップのハジを見てるんでね、ここまでその周りを使ったり素晴らしいチームを引っ張っていく選手になったかとびっくりしてるんですけどね。そうですね。一方のバルデラマですが、いわゆるその本当にこう急所をえぐるようなスルーパス、はい、なかなかまだ出てません。まだまだ彼本来のプレー出てないですよ。今でもうまいですけど、まだまだ本来もっとすごいプレーをしますね。さあ、これはその1点目をご覧いただいています。ラドチョウにハジが見事なそのパスを出しました。そしてラドチョウがここで粘って粘って右足のシュート。そうですね、これが先制点です。前半の15分でした。あっという間でしたよね、はい、シュート行くまでが。これでルーマニアが乗りました。そして今度は2点目。あ、これ1点目ですね。ハジがここでまたいで、ね、はい、ハジからもう絶妙ですね。このボールもテレアも戻ってきましたが及ばずと。まあ、欲を言えばなんとかエスコバル、あそこでもうちょっとボールに詰めてほしかったですけどね。そして今度はこれが2点目ですね。そうですね。端のこの左からのロングシュート、これね、はい、キーパーね、ほんときっちり入っててさあ行くぞって言われてもね、入るかもしれないですよ。いわゆるそのキーパー、まあ、ゴールのこの四隅、しかも本当に死角になるところですね。今キーパーはセンタリングを読んでちょっと出てましたんでね、余計簡単に入ったんですが、しっかりゴールの中いても難しいボールですね、はい、ここからですね。もう一度見てください。本当にこう芸術的なシュートですね。本当ですよ。ルーマニアはこの2点です。これはバレンシアがシュートすごいですね、はい、ここはよく反応しましたね、キーパーのステラです。そして先ほどご覧いただきましたこのバレンシアのヘディングシュート、これで1点返しました。前半の42分でした。ちょっとディフェンダーが競るのが遅れてんですよね。これで2対1となりまして、まあ、後半に向けて非常に面白くなったわけですね。そうですね。これは本当予想つかないですよ、後半まだまだ、はい、もう一度見てみましょう。手前のバレンシアに綺麗に合わせてきました。この1点が本当にこうコロンビアにとって、また両チームにとってどういう意味を持ってきますかね。そうですね、はい、私はね、この1点がなければルーマニア硬かったですね、おそらくこのゲーム、ね、しかしこの1点によって本当に分からなくなりましたね。
さあこれから後半に向けてですけれども、後半特にここを注目というのは何かありますか。これはやっぱりですね、コロンビアのディフェンスのオーバーラップですね。点を取りに上がってくる、そしてその時のルーマニアのカウンターをどれだけしのげるかというところがポイントになるんじゃないですか。そうですね、後半楽しみにしたいと思います。はい、ロサンゼルスにありますローズボール、コロンビアとルーマニアの試合、前半終わりまして2対1、ルーマニアが2点、コロンビアが1点です。ルーマニア1点リードでこれから後半に入ろうというところです。解説は元日本代表ディフェンダーで現在ジェフ市原のコーチ、岡田武さんにお願いしています。岡田さん、はい、まあ、ルーマニアが2点取ってこれから1点返された形でですね、はい、後半に入っていくわけなんですが、そうですね、まあ、先ほどそのコロンビアの1点がですね、どういったその影響を与えるかという話をしましたけれども、ルーマニアにとってこれガクッと来なければいいんですけどもね。まあガクッとは来ないとは思いますけどね、やはりやばいぞとは勇気は起こったでしょうね。確かに2対0で後半に入るのと、2対1で入るのはえらい違いですからね。それは特にコロンビアチームの方に違いがありますよね、はい、気持ちの上で。まあコロンビアにしてみれば、先ほどお話に出ていましたアスプリージャ、バレンシア、リンコン、はい、これをバルデラマがどのように操っていくか、ね、また後半に向けてこう形を変えてくると思いますけれどもね。まあその今のところ一人一人のうまさ、力強さが目立ってるんですけど、それを3人4人のコンビネーションの中での強さ、うまさを見せてくれるようにね、それをバルデラマがコントロールするというような形を見たいですよね。そうですね、ここローズボールでは決勝も含めて8試合が行われますが、その開幕にふさわしい好カード、コロンビアとルーマニアの試合がまもなく後半が始まろうというところです。まだ両チームの選手はグラウンドの方に姿を現しておりません。このローズボール、会場の中では一番大きなキャパシティを持っています。アメリカンフットボールなどが行われるときは10万2800人収容できるそうなんですが、まあ、今回はこのワールドカップ用にいろいろ改修を行いまして、まあ、9万2000人が入れるということになっております。まあ、ロサンゼルスオリンピックのサッカーの決勝がここで行われまして ね、 ブラジルとフランスが行われまして、その時は、はい、10万人を超えた観衆が詰めかけたということなんですが、まあ、10年ぶりにサッカーのビッグイベントがやってきたということで、まあ、本当にこのロサンゼルスでも盛り上がってますよね。そうですね、いや、今日ですね、この試合アメリカでやって、果たしてお客さん満員なんのかとちょっと不安があったんですけどね、これだけいっぱい入ってくれるとは思わなかったですね。まあ、切符はもちろん1枚もないんですけれども、特にこのローズボールのゲームは、A 組のアメリカがですね、ここで2試合試合を行いますので、そうですね、あっという間に切符がなくなったということなんですね。しかも今日のゲームはコロンビアということで、このロサンゼルスにはコロンビアから の、 その移住の人たちがですね、たくさん来ておりまして、コロンビアの練習の会場にも、そうですね、まあ、練習は非公開、しかもどこでやるというのは明らかにされてないんですが、聞きつけてやってくるんですね。そうですね、まあ今日コロンビアの試合があるということで、はい、この街中もね、コロンビアの旗を持った人とかたくさんいましたよね。まあ、今回はそのコロンビア初優勝を狙う意味でもですね、非常に前評判の高いチームですよね。そうですね、今回本当私も一つ優勝候補の一つに挙げてるんですけどね、そのコロンビアが開幕の試合、しかも前半でリードされた。そうですね、それだけルーマニアが非常にいいサッカーをしていると見ていいでしょうか。まあ、ボールキープ率、そういうのを含めてシュート数すべてコロンビアが相当上回ってます、はい、でも対コロンビア戦の戦い方としてルーマニアの作戦通りという形ですね。前半コロンビアはシュートの数は6本、一方のルーマニアの方は4本です。先制点を挙げましたラブチョ。さあ改めてこの後半に向かいます。サイドが変わります。両チームの選手が出てきました。今度は右から左に攻めますのがルーマニア。前半好セービングが続きましたストラです。さあコロンビアが後半に向けてどういった攻めを見せてきますか。さあ後半が始まりました。サイドが変わって左から右に攻めます。ブルーと赤のユニフォームがコロンビアです。右サイドエレーラ、
ペレアからエスコバル、ウィルソン・ペレスです。アルバレス、前半はいい形を作りながらも1点しか挙げられませんでしたコロンビア。後半に向けてどうでしょう。アスプリージャがボールをもらいに行きます。バレンシアとリンコンが前に2人張るような形になりました。ゴメス、両チームともに後半に向けて選手の交代はありません。岡田さん、前半はですね、はい、10番 の、 そのルーマニアのハジのマークがやや甘かったという話がありましたけれども、そうですね、今もまたフリーですね。またフリーですね。10番ハジがフリーで入っていきます。左足自分で入っていこうというところ。コロンビアはですね、はい、ゾーンディフェンスなので特定のマークをつけるということはしないまでも、やはりハジが持った時には、はい、もっと集中するというかケアしなきゃいけないですよね。今度はヌンティアヌが上がっていく。ドミトレスが突っ込んでいきましたがダメです。2対1とルーマニアが1点リード。後半に入っています。アスプリージャが倒れています。アスプリージャは練習の時に右足を痛めています。右足の太ももに当たりますが、ダドチョ、ここはゴルドバ。まあ、ルーマニア、アスプリージャにロダン、はい、そしてバレンシアにミハリがついてるんですけどね、まだこの2人全然切れてないですよね、うん、これが本当90分持つかどうかというのも一つのポイントですね。特に後半大事になってきますね、はい、エレーラです。アスプリージャえぐって出せるか。中央にはバレンシアが待っている。リンコンからバレンシア、今度はアルバレスです。そしてゴメス、エスコバル、前にバレンシアが待っています。バレンシア倒れた。これボールはルーマニアです。コロンビアのファウルを取ったですね、今のプレーです。体を抑えたということですね、バレンシアが抗議しましたがダメ。バルデラマ、ゴメス、ウィルソン・ペレスです。ここからどう組み立てるコロンビア。入っていくウィルソン・ペレス、前人が少ないですね、はい、まだあだいぶ上がってきました。アスプリージャが手を挙げて待っていましたがダメです。サイドを変えていきます。エレーラ、アスプリージャ、もう一回エレーラ、ベルディッチが戻ります。この辺りでもベルディッチがこのそうですね効いてますね。4番、彼が本当最後のところに出てアスプリージャシュート、一瞬の隙ですね、はい、後半の4分です。戻ります。ペリア、さあダドチョフリーになった。よくクリアしました。2番のエスコバル、これペレアも相当速いんですけどね、ラドチョものすごく速かったですね今は。まあ、ヨーロッパでも非常にキレのあるストライカーとして知られますラドチョ。またチャンス、またハジだ、右足で行くか、シュート、よく反応しました。ドミトレスクのシュート、ハジが持つと何か起こりそうですね、後ろにドミトレスクが待っていました。まあ、このままハジをですね、はい、フリーにしといていいのかというこちら心配になりますけれども、まあ、しかしコロンビアの場合は確かにそのラインディフェンスでありますから、そしてゾーンで守ってますからね、自分たちのサッカーを続けるんだということだと思いますね。さあラドチョ、ダイレクトで打ってきましたラドチョ。
後半の立ち上がり5分を経過したところですが、どうですかルーマニアの攻め、どん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 ここぞという時に攻めてきてますよ。そうですね、コロンビアがトップ入れるボールをことごとく潰されて、はい、そこでリズムが出ないところをですね、ルーマニアが前来てますね。今まだコロンビアはリズムをつかみません。先ほどはアスプリジャがね、はい、まあ、ちょっとした隙をついてシュートを打ちましたけれども、シュートをこう打つことによってまたリズムを作りたいですね、リンコ、バレンシアが行きます。バルデラマどこに通す、あ、ダメ、おりません。アスプリージャ、ボールを取りに来たのはエレーラ、2対1と1点リードしているルーマニア。アルバレス、ペレア、中に通してバレンシア、バレンシア、リンコン、バルデラマ、バレンシアには取りません。リンコンだ、リンコンだ、クリア。いや、非常に見応えがありました。今ですね、はい、ルーマニアベロディッチがですね、ベロデディッチが釣り出されたんですよね、台前から。ここでリンコンがカバーリングしましたね。はい、よくクリアしましたストラ。バルデラマから。ペレスです。もう一回バルデラマ、コロンビアのボール。さあここは大事に攻めたいコロンビア。ハジがボールを取ります。おー、バルデラマにイエローカード。後ろから行ってしまいましたバルデラマ。まあ、今こちらの新聞にですね、はい、ルーマニアは恥次第だと、恥の気分次第だと書いてあったのですけどね、今その前のプレーでですね、今のはファウルされたところですね、その前のプレーで全員がラインを上げてるんですけど、恥一人残ってるというようなことがあったんですけど、まあこれ恥がのプレーがよく出るか悪く出るかで本当、はい、変わってきますね。両極端ですよね、リンコンです。バレンシアからまたリンコン、ラノショーが取りに行く。さあチャンスになった、バレンシアシュート、ここは細かくコロンビアが攻めていきます。まあ、これだけですね、はい、回されてキープされてくると、そのだん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 疲れてくるんですよね、その集中力の勝負になってきますね、お、出てきました、イギータのあれですね、ゴルドバー、イギータを思い出しますよね、前回のそのイタリアのワールドカップ、イギータがそのコロンビアのキーパーでありましたが、あのカメルーン戦でね、そうですね、ノジェミラに抜かれて1点を取られて決勝リーグ敗れて去ってしまいましたコロンビアです。そういったその苦い経験がありますコロンビア。これが3回目のワールドカップ、今回は優勝候補の一角にも名前が挙がっています。非常に前評判の高いコロンビアです。そのコロンビアが1点リードされて後半に入っています。まもなく10分になろうというところ。一方のルーマニアですが、こちらも6回目のワールドカップ、毎回非常に前評判も良くてですね、はい、どんなサッカー見せてくれるんだろう、綺麗なサッカー、しかもこの今のヨーロッパのサッカーが忘れかけているようなですね、そうですね、サッカーをこう見せてくれるという前評判が高いんですが、はい、なかなか結果は残せないんですよね、よくさあチャンスになった、英語でですね、
ウィニングマインドっていうんですけど、はい、その勝つ気持ちっていうかですね、あこれはまたルーマニアチャンスですね。ラドチョーだ、ラドチョー、ゴルドバが出てきた、よく出てきましたゴルドバ、今も端からのパスですよね、はい、まあ、先ほどの続きですが、そのウィニングマインド、勝とう、絶対勝つんだというようなですね、そういう精神的なものに欠けてると言われてるんですけどね、はい、恥に象徴されるようなところがあるかもしれませんね。そうですね、まあ、いい試合と本当にこう大敗してしまう試合が両極端でありました。そのルーマニア、現在のところは今日は本当に集中したゲームを続けています、ただ後半になってですね、はい、恥が完全にディフェンスをゼロになりましたね、逆サイドとかにポツッと残ってる、これが京都出るか吉と出るか、現在のところ2対1、ルーマニアが1点リード。バルデラマ出してエレーラ上がってきましたね。さあ中にバレンシア待っている、バレンシアに合わせた、またバルデラマ通してリンコン、ここへヒルパス、今の時にエレアが上がってくれば良かったんですけどね、はい、ベルディチ倒された、中に通らない、バレンシアに通していきましたがダメです。コロンビアの攻め、ヌペスク上がっていく、さあ今度は右サイド中央で端が、はい、ペトレスクいいですね、ドミトレスク、そしてラドチョ、オフサイドです。ドミトレスク、そしてラドチョというところ、ハジが中盤で、そうですね、やや動きがこう待つような形になりましたね、ちょっと運動量がガクッと落ちましたね、はい、ハジの姿が見えています。このハジにボールが渡りますとルーマニアチャンスですが、そのハジの運動量がやや落ちてきました。リンコン、ラドチョ、ミハリが上がってきた、向こう側はペトレスク、バレンシアです、バルデラマ、バレンシアを走らせる、そしてアスプリージャ、右足のシュートだ、もう一回いける、リンコン打てない、外に出してペレス、シュート、今そのアスプリージャ、バレンシアからアスプリージャ、その前がバルデラマと、はい、この3人が機能しましたよね、このアスプリージャがまずシュートを打ちます、その後です、はい、ここですね、バレンシアからアスプリージャ、ちょっとね立ち足を踏み込めなかったですね、でも体勢があれだけ崩れててもあのシュートが打てるわけですからね、ペレアからゴメス、そしてバルデラマ、リンコン、前にはバレンシアと、そしてアスプリージャが待っています。9万2千の大観衆がコロンビア、コロンビアと叫びます。エスコバルが上がってきた、1点を追うコロンビア、バレンシアです、自分で持っていくアスプリージャ、そしてその横にエレーラが上がってきた、ゴールキックに変わります。どうですか、少しずつコロンビアリズムが出てきたように見えるんですが、今何回かこうポンポンポンと流れるような攻撃が出てきましたよね。こういう攻撃をされるとディフェンダーというのは当たるところがないんですよね、はい、ゆっくり持って狙われるとよしここで当たろうということができるんですけど、当たり場所がないというような苦しいことになるんですよね。それとあとルーマニアにとっては恥の運動量が落ちたこと、そうですね、これが一つちょっと心配の種ですね。ただ今のようにですね、はい、サボってるとポッと来ることがあるんですよね、はい、こうして時々出てくるのが恥、そして出したラドチョ、ラドチョを走らせましたがダメ、これは大きな賭けですよね、あっとここで笛です。
バレンシア一気の速攻を見せました。ミハリが倒れています。このバレンシアにしっかりと前半からついているのがこのミハリ。ちょっと肘で押したような形になりましたね、はい。後半の15分を経過しました。少しずつコロンビアがリズムをつかみかけてきています。さあルーマニア、しかし先ほどのようなワンチャンスがありますんでね、5番のルペスクが抜かれた。あ、それはさあスルーだ、アスプリザシュート、あーた、決定的なチャンスを逃しましたコロンビア。今はリンコンからですかね、スルーパス、はい、おそらく素晴らしいところへ出たんですけど、アスピリアちょっとですねボールが足元に入っちゃった。 この後、あ、もう一歩早くうまく打てればよかったんですけどね、内側に入りすぎてしまったんですかね、決定的なチャンスを逃しました。後半の16分です。コロンビア、アルバレス、ペレアからサイドを変えれます。ウィルソン・ペレス、ゴメス、そしてバルデラマ、スルーパスを出します。アスプリジャからもう一回アスプリジャ、もう一度ゴメスからいきます。ゴメスが上がっていく、その横にバルデラマ出して、バレンシア、これ右サイド危ないですよ、シュート、リンコ、アスプリジャ、アルバレス、エレラ、これですよ。さあチャンスをつかんだ、ハジダ、左サイド空いている、よく取れました。ペレア、今私右サイド危ないと言ったのはですね、ハジが全然ディフェンスしてなかったんですよね。ペレア、あ、上がってきた、ペレア狙ったが、これはオーバーです。今デロデリッチが倒れてますね、今ペレアが上がっていきましたが、その前にベロデリッチが倒れています。今13番をつけましたセルメシが見えていますが、ベルデディッチが倒れました。ここまではこのベルデディッチが非常によく守ってただけにね。そうですね、今タンコが運ばれています。後半になってですね、ベルデディッチが結構前へ出てこういう形ですね、はい、で潰しに行ってる、ね、そこで後からスパイクが当たったんでしょうね。場面が増えてるんでね、前半は完全に一番後ろでフォローするような形で効く形でやってましたよね、いい守りを見せていましたけれども、後半に入ってややその前に出てきています。今ベロディッチが、あ、車で下がりますね。そうですね、グランドの外に出ます。ルーマニアは10人で戦う形になります。こうやって抜けてる間ってのは嫌ですよね、ルーマニアにとって、特に中心選手なんでね。先ほどから13番をつけましたルーマニア、セルメシがウォーミングアップを続けています。ベロディディッチが下がりました。2対1、ルーマニアが1点リード。後半に入ってからは両チーム得点がありません。コロンビアが押し気味に試合を進めています。後半です。バルデラマからボールをまたつないでいきます。ウィルソン・ペレス、ここはコロンビアチャンスですよね。そうですね、ポペツクがですねベロディッチの代わりにリベロに入ってんですよね、はい、もともとリベロができる選手ですからね。アスプリージャ、バレンシアです。出してリンコ、中に切れ込んでいくのはバレンシア、
そのポペスクがルペスク、5番はルペスクです。ゴメス、バルデラマからサイドを変えていきます。アルバレス出して走っていきます。エレーラが上がっていきましたがダメ。今もこうサイドを変えるような形で攻めてますがね。そうですね、今ベロデリッチが戻りましたね。4番のベロデリッチが今戻りました。11人です。ゴメスからバルデラマ、そしてこれはオフサイドじゃない、リコンだ、アスプリジャ倒されました。しかし笛はありませんね。笛はありません。いやその前に打てなかったですかね、ここですね、アスプリジャ。これはペナルティー取られてもおかしくないですけどね、笛はありませんでした。ちょんとつつくとこが早いんですよね。元のポジションに戻りましたベルディッチ。しかし今のベルディッチが本当によく絡んでますよね、1点リードのルーマニア。走るのはドミトレスク。久しぶりにこちらのゾーンに来ました ね。こうしたそのロングパスでチャンスをつかんで、そして今コーナーです。ルーマニアコーナーをチャンスをつかみました。後半の21分です。さあファーに構えていますのはペトレスクですがダメです。さあそして選手を変えます。ルーマニア11番のドミトレスクに変えますか。先ほどからセルメシが今もうウォーミングアップを済ませて待っています。そのルーマニアドミトレスクに変わりましてセルメシが入ります。まあドミトレスクはですね、はい、この大会に来る前の練習試合でものすごいほとんど彼が点取ってるんですけどね。テストマッチはそうですね、今日は今一つ目立たなかったですね。逆にラドチョウの方が本来の力を出してましたよね、はい、そこで現在セルメシベルギーで活躍している選手です。手前7番はヌンティアン。さあコロンビアパスを出していきます。アルバレス、ここで笛です。11番のドミトレスクに代わりまして13番のセルメシが入っています。さあアルバレス中に切り込んだ、誰もいない。もう波状攻撃なんですけどね、コロンビアにとっては、まあ、チャンスはあるんですけれども使いません。ゴールが空いてる、ゴールが空いてる。ロングシュートはこれはコースが違いました。先ほどそのハジが見事に決めましたからね、はい、完全にその今ゴールが空きました。ゴルドバが飛び出してしまいました。2対1とルーマニアが1点リード。まもなく後半の25分になろうというところです。またハジです。ハジがおっとアピールしましたが今プレーです、アルバレス、アルバレスにイエローカード。後ろから引っ張ってしまいました。今また久しぶりにこう端にですねフリーのボールが渡ったんですよね。そうですね、ここからのフリーキックに変わります。ルーマニアはセルメシが入ってですね、はい、ハジがディフェンスできなくなったんでハジを上げてセルメシをディフェンスの方に入れてますね。狙っていった、突っ込んできたのはペトレスク。
2番のペトレスクです。コーナーに変わります。もともとセルメシは、まあ、ミッドフィルダーで、まあ、中盤の選手でありますけれども、はい、今ペトレスクが突っ込んできました。ヌンチアン、さあこういったボールを大事にしたいコロンビア。バルデラマからアルバレス、エレーラです。そうですね、右サイドからそのエレーラが何回か上がってきたんで、はい、後半特にその回数が多くなってますね、そこでルーマニア左サイドにですね、はい、セルメシを入れたんですね。途中から入ったセルメシが左サイドにいます。右から上がっていくのはペトレスクです。またシュートを打ちましたね。今日は再三こういった場面が見られます。ハジが右サイド、そして現在はラドチョウが一人前に張るような形になってますかね。そうですね、ルーマニアのその布陣です。まあ、味方が攻められている時にハジは残っているという形ですね、はい、さあバレンシア、なかなかパスがつながりません。ちょっと今、はい、膠着状態ですよね、決定的なそのチャンスといいますか、はい、パスが通ったりですね、そういうチャンスがありませんね。お互いね、一番体力的にも苦しい時じゃないですか、はい、今後半の27分経過、両チームミスが増えてますよね。したがってこういった時のそのミス、はい、そこにつけ込めるかどうかというのが一つまたねポイントになってきますが、まず自陣で大きなミスをしないことですね、はい、ご覧のハジが右サイドにいます。ペレスが上がっていく、シュート、ウィルソン・ペレス左サイドから上がっていって右足で蹴りました。彼はあのフリーキックを蹴るだけあって、はい、シュートには自信あるんでしょうね、先ほどから何回かシュート打ってますからね。前回の90年の大会でも出場しています。予選リーグまで出場しましたけれども、決勝リーグに入ってからは出場停止で出ることができませんでした。7番のヌンティアヌが上がっていきます。ペレア、ウィルソン・ペレス、さあ1点を追いますコロンビアでありますが、どういった組み立てで今度は来ますか。右サイドはエレーラ、アルバレス、ゴメスからアスプリージャ、自分で入っていく、上げて、しかし素晴らしいスピードですね、2人いても軽々間を抜いていきますからね、一瞬にしてこうトップのスピードに入っちゃうんですよね。2対1、1点を追いますコロンビア。 A 組のコロンビアとルーマニアの試合、後半に入ってまもなく30分です。ボールカットはリンコン、ペレア、まあ、あの辺は落ち着いてますね、さすがペレアですね。パスが通りました。さあバレンシア、シュート、あ、ディフェンスに当たりました。見張りに一旦当たってボールが外に行きました。バレンシアのシュート、今のはいい形でしたね、そうですね、ここから通ります。
バレンシアのシュート、アスプリジャからバレンシア、まあ、こういうコンビが出てくるとね、迫力が出てきますよね。後半の30分を回ったところ、バレンシアのシュートはなりませんでした。2対1、1点を追いますコロンビア、1点リードのルーマニア。まあ、ルーマニアはヨーロッパの予選4組、ベルギー、ウェールズ、チェコ、スロバキアと共同体ですね、はい、このチーム非常に激戦区の中を戦ってきました。そうですね、まあ、最終戦勝たなければ代表、そうです、ならなかったんですよね。ウェールズとやって 2-1 で勝ったんですが、はい、それも逆転勝ちですよね。そうです、またあのウェールズがですね、ホームでペナルティーキックを失敗したんですよね。まあ、そういった競った試合、非常に力がこう結集すると強いと言われますルーマニアです。コロンビアの方は南米の A 組の1位、アルゼンチン、パラグアイ、そしてペルー、6試合を戦って4勝2引き分けと非常に安定した力を見せてきました。アルゼンチンに2勝しましたからね。そうですね、そしてアウェーで5点取って勝ちましたからね、はい、5対0で勝っています。もう圧倒的な強さを印象付けましたそのコロンビア。上げてバレンシア、ステラが出てきました。今日どうですか、あのステラの後半になっても動きは変わってませんか。いいですね、判断がいいですね、ステラは今年26歳、ブカレストの選手です。そろそろコロンビアベンチが動いてもいい頃なんですけど、まだ誰もウォーミングアップしてないですね、はい、ボールはペトレスク、端から一旦戻して、そして左サイドセリメシ、また端セリメシです。アルバレス、バルデラマ、ゴメスからリンコン、うまいですね、この辺は本当に素晴らしいですよ。バルデラマらしからのミスですね、すでに後半の30分を回りました。ルンティアヌは走らせます、戻るのはペレア、後半に入ってからは両チーム得点がありません。後半に入って決定的なチャンスがあったのはコロンビア、しかし得点にはつながっていません。さあバルデラマ、本来のいわゆる決定的なスルーパスというのは今日はまだ出ていません。そうですね、まだ彼の持ち味というのは出してくれてないですね、はい、うまさは見せてくれてますが、ちょっとイージーなミスが目立ちますね。途中から出場していますセルメシ、ベルギーで活躍している選手です。リンコン、ちょっと小康状態になっていますが、バレンシア、バルデラマ、そしてアスプリジャ、これはファールでしょう、これはファールです。今はバルデラマの持ち味を出してくれましたね、アスプリジャ倒されました。コロンビアフリーキック、後半の34分です。今のスルーパスは本当にこう決定的なチャンスになるパスでした ね、 本当に点で走ってる先の点で合うようなパスですよね。そういうスペースがバルデラマの場合は本当によく見えているというのがよくわかります、はい、
さあこの位置です。ウィルソン・ペレス、アスプリージャ、そしてリンコンとおりますが、壁を作るのはルーマニア。壁は5枚です。6枚になりました。今度はリンコンですか。リンコン一旦壁に当たってスタンドまで行きました。ノータッチのようですね。ノータッチですか、ゴールキックという、ゴールキックに、ね、今指示がありましたね。見てみましょう。ちょっと力が強すぎて伸びすぎたという感じですね。後半の35分を経過しました。得点差は1点、ルーマニア1点リード。まあ、選手にとっては本当に一番きつい時間帯ですね。そうでしょう。ヌンティアル、またヌンティアル、左足です。今度はラルチョ、このラルチョが一人前線に残る形になっています。セリメシがボールを入れてヌンティアル、前半に2点を挙げましたルーマニア、そして終了間際に1点を返しましたコロンビアです。ショートコーナーですね。ショートコーナーですね。これが4つ目。倒された、ポペスが倒らされました。さあ今度はルーマニアのチャンスになります。小康状態が続く中で1点リードのルーマニア、今のプレーです。ルペスが倒されました。まあルーマニアはフリーキック、ハジが蹴るんでしょうけど、はい、こちらハジは左足なんでね、どちらかというと狙いづらいところですね。ルペスク、ハジ、そしてそうですね、ハジがいます。でも彼のボールコントロールには絶妙ですからね、はい、同サイドに落としてくるか。後半の37分です。ハジ狙っていきましたがダメ。今日は前半にロングシュートを決めているハジ、カーブをかけてね、はい、ゴールの左サイドを狙ってくると思ったんですけど、意外と力強く蹴ってきましたね。得点差は1点、2対1、ルーマニア1点リード。残り時間が少なくなってきます。エレーラからの長いパス、リンコン落としてバルデラマ、まあ、コロンビアとしてはやはりバルデラマにボールを集めて、また先ほどのようなチャンスを作っていきたい。そうですね。一方の守るルーマニアの方はどうですか。今のディフェンスですね、バレンシアとアスプリージャに対するマーク、はい、これを絶やさないことですね。そうすればね、ここ、あ、今ちょっと離れましたね。バレンシアフリーになった。そうすると1人飛ばしてエレーラ、アスプリージャに合わせていきますがダメ。まあ、そこをフリーにするとピンチになりますね、はい、ウィルソン・ペレスからアスプリージャ、バルデラマ、リンコンだ、エレーラ、リンコン落として、誰もいませんでした。エスコバル、本当よく守ってますよね、相変わらずベルデディッチが後ろの方でマークしてますね、指示を出しています。ルーマニア間もなく後半の40分になろうというところ、残り時間が少なくなります。2対1ルーマニアリード。コロンビアも両サイド上がってきてるんですけどね、なかなか相手の裏を取れないですね、
それだけルーマニア の, その守り非常に硬いものがあります。ウリソン・ペレス残り5分を切りました。ゴメスから中にスルーは通らない。またバルデラマ、今度はアルバレス、右サイドリンコン、アスプリジェが中に入る。前にバレンシア、バレンシアクリアしたのはベルデディッチ。本当に狭いところでうまいパスをしますね。またよくベルデディッチがついています。なんとか彼を外におびき出してですね、そして薄くなった中をでゴールという形を作りたいんですけどね。後半の立ち上がりそういうケースがありましたけれども、ね、アスプリジャ2人がかりで止めます。今も最後ベロデリッチですね。セリメシ、これはまた中に入っていく。真ん中にラムチョウが待っている。ラムチョウに合わせて胸でトラップして打てるか。打てません。今ですね、セリメシ、ああいう難しいボールじゃなくてゴロで良かったですよね。決定的だったんですけどね。今のゴールに結びつけとけば、はい、ルーマニアもう勝負あったですね。はい、もうすでに残り時間は4分を切りました。アルバレス、こういったワンチャンスを今日は生かしていきます。ルーマニア、バレンシア出ればチャンス。セリメシまた抜いて、ポペスクからサイドが変わります。もう完全にハジは待つ形になりました。ディフェンスの形になりました。さあコロンビアにとってはチャンス。ゴメスだ、ウィルソン・ペレス、アスプリジェがその後ろ出して、今度はハジ、ここで笛です。さあ残り時間がもう3分を切っています。2対1ルーマニアが1点リード。確かにコロンビアも攻めたいんですけれども、おまた入っていった、ラムチョ、ラムチョシュート、決まった、ラムチョ決まった、シュート、3点目が入りました。後半43分、本当にまた一発ですね。キーパーゴルドバちょっと判断ミスですね。今のは後半43分、今日2点目ラウチョ、フリーキックから本当にワンチャンス、パス一つでつながっていきました。これですね、このプレーです。ラウチョが一人抜いてゴルドバを抜いて、ラドチョウのですね、足の速さがここですね、ゴルドバの判断より速かったんですよね。ペレアも及ばず、3点目が入りました。3対1、この3点目はもうとどめの3点目ですね。とどめですね。これはこの時間で2点差、もうコロンビア難しいでしょうね、2点取るのは。アルバレス、さあ残り時間がもう1分を切っています。3対1となりました。ルーマニア2点リード。盛んに指示を出します。4番のベロディディッチ、今日はこのベロディディッチのその指示とそして守り非常に光りました。ハジが前に行きます。コロンビアにとっては痛い1点を取られました。後半の43分、もう残り時間がありません。後半まもなく45分になろうというところです。時間がありません。コロンビア得点差が2点となりました。アルバレス、ルーマニアの守りの堅さ、そして一発を決めました。そのルーマニア、ラドチョウのシュートが光ります。
ルーマニアは選手を変えます。19番のパプラが入ってラドチョが下がります。2点を挙げましたラドチョ、気分よく引き上げます。そうですね、もうこれはテクニカルチェンジですね。その時間を少しでも使う、はい、それと相手に何してんだ早くしろとイライラさせるというようなことですね。もう45分を回りました。ヘレーラ、アルバレス、ただコロンビアも予選リーグは得失点差が関係してきますからね、はい、1点でも取っておきたいでしょうね。3対1、2点差をつけられましたコロンビア、2点リードのルーマニアです。もう時間がありません。今日主審はシリアのジャマル・アルシャリフさん。前半に2点を挙げましたルーマニア、コロンビア1点返しただけ。そして後半の43分、終了間際に決定的な1点を加えましたルーマニアです。パプラが入りました。19番の選手です。コロンビアはメンバーチェンジはありません。スターティングイレブンがずっとこの90分間出続けています。ゴメスからバルデラマ、今日はそのバルデラマ決定的なスルーパスが出ていません。いわゆるロスタイムに入っています。リンコン、ペレーラ、本当にルーマニアの守りは固いですよね。そうですね、切れてないですよね、特にプロダンとミハリですね、はい、素晴らしいマークをしてますよね。決定的なチャンスが何回かありましたが、しかしよくついていました。またゴールキーパーのステラのその反応の速さも光りました。リンコンです。リンコン狙ってバレンシアがいましたがダメ。ここで笛です。試合が終わりました。3対1、ルーマニアがコロンビアを破りました。ラドチョが2点を挙げました。そしてハジのロングシュートがありました。そしてこのステラのナイスキーピングがありました。ワールドカップの A 組、ルーマニアとコロンビアの試合、3対1でルーマニアがコロンビアを破りました。岡田さん、はい、終わってみればルーマニアの強さだけが何か光りましたね。でもですね、私はコロンビア負けましたが、やはり魅力的な素晴らしいサッカーをしている。ただルーマニア戦略ですね、今日この試合にかける戦略としては本当チームの意思統一ができて素晴らしいチームでしたね。まあ、これでルーマニアがコロンビアを破りました。はい、この組はですね、アメリカとスイスが他におりますけれども、はい、この A 組というのはどの組み合わせをとってもですね、はい、これは面白いなという感じがしますね。そうですね、これはね、この激戦区、コロンビアもこのままで終わるとは思えませんからね、はい、ますます分かんなくなってきましたね。これからルーマニアまた戦いが続くわけなんですが、このラドチョが非常にいいということが分かりました。はい、またハジがですね、はい、前半のようなまたああいう動きを見せればですね、はい、これは上位に来るなという予感がしませんか。今日のこの戦いができればですね、このチームは相当力を持ってますね。敗れましたが、そのコロンビア、まだ魅力のあるチームという話になりましたけれども、はい、特にですね、これから先に向けてコロンビアのその課題といいますか、はい、何か目についたことがあったら一言お願いします。それはですね、相手のディフェンスの裏をですね、もうちょっと早く取りたい。そうすると2列目からバレンシア、アスプリージャを超えていく選手が出てくると、もっと迫力が出てくると思いますね。注目されたバルデラマですが、今日は決定的なそのパスはありませんでしたよね。そうですね、うまいことはうまい、この中でも上手だなと思うんですが、彼の本来の力はこんなもんじゃないでしょうね。そうですね、これからも楽しみにしたいと思います。この試合の解説は元日本代表ディフェンダーで現在ジェフ市原のコーチ岡田武さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お伝えしましたようにコロンビアとルーマニア A 組の試合ですが、3対1でルーマニアが勝って1勝コロンビア1敗となっております。それではこの辺でローズボールからお別れいたします。さようなら。